山下清っていうのはハリエのイメージがめちゃくちゃ強いんですけども実はね陶磁器の絵付けっていうのも結構な数やってるんですねそれのきっかけになったのが1956年に島根県の湯町で初めて絵付け体験を行ったのがきっかけというふうに言われてますでなんでそんなにハマったのっていうと、まあ、新鮮やったからなんですけれども三、えー、つ新鮮ポイントがあるかなと思います最初のポイントっていうのがそれまでの作品っていうのはだいたい平面で作られてたんですけれども陶磁器って言ったら局面じゃないですか立体的なものっていう いうのがまあ新鮮やったとで2つ目のポイントっていうのがそれまでのハリ絵とかで大体いいキャンパスで四角じゃないですか画用紙とかそれが陶磁器の絵付けになると円であったり壺の形であったりっていうふうに全然キャンパスの形が一定じゃないっていうのもすごい刺激になったみたいなんですね。で最後のポイントっていうのが土や釉薬で陶磁器というのは同じモチーフでも仕上がり方が全然違うじゃないですか焼き加減とかそういうのが全然違うから面白いなっていうのが刺激になったみたいなんですね。